羽生結弦選手です。ではお話伺います。まずはシーズン初戦になりましたが、今日の演技いかがだったでしょうか。いや、もう最悪の一言ですね。もうひどかったです。今シーズンから後半に4回転を入れるという挑戦が一つあったわけですが、今日そのあたりどうだったでしょうか。まあ、調子自体は悪くなかったと思いますし、実際、まあ、こちらに来てからも後半のトーループ、まあ、本当に、まあ、実際に全部やってるわけではないですけれども、ショートフリーともにこっちに現地に来てからしっかり飛べてたんで、まあ、ちょっと悔しいですね。ちょっとというかかなり悔しいですね。仕方ないです。オリンピックで勝って、世界選手権で勝って、そして迎えている今シーズンですけど、今日はどんな気持ちでリンクに立ったんでしょう。割と普通に、ちゃんと普通に多分、リンクの上に立てたと思うんですね。ただやっぱりこうやってミスをしてしまったということは何かしら原因があると思うので、まあ、しっかり今日の自分を思い返しながら、まあ、あまり変な風に考えずに明日に向けて頑張りたいなと思ってます。改めて悔しいとおっしゃってましたが、明日は2位から迎えるフリーですが、どんな演技を見せたいですか。いや、もうとにかくこんなんでよく2位になったなと自分自身本当思ってるので、明日はしっかりと自分らしい演技をしていきたいなと思います。明日もたくさんの方が応援してると思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。